ブンブンハロー YouTube どうもまさるです今回は秋から冬にかけて何か新しい低価格のスマートフォン中でも最新モデルが欲しいと思っている方のためにここを最近発売がスタートした最新の低価格なスマートフォンをご紹介したいと思いますでは早速ご紹介しますまずはあこちらもう画面に表示していますがあーこちら シャオミーは国内に投入したばかりの最新モデル、Redmi12 5G というモデルになります。こちら先日発売がスタートしたばかりですので、最近購入したという方も多いのではないかと思います。割とシャオミーはここ最近国内モデルもそこそこ価格が高いモデルを投入しており、従来のコスパの高さというところが薄れてきましたが、このモデルに関しては低価格なモデルで、 当然コスパもとても高いモデルとなっています。スペック的なところはどうなのかと言いますと、スペックも結構使いやすい、実用性の高いスペックとなっています。まず CP は Quarcom、um、のスナップアゴン4 Gen2 となります。最新のスナップアゴン8には及ばないものの、 サブ機として使うには十分すぎるほどの高いパフォーマンスを持っています。メモリにつきましては、RAM の方が 4GB、ROM が1 2 8ギガ。本体のサイズにつきましては、縦1 6 9ミ、mm、リ幅7 6ミ、mm、リ、厚さは 8.2mm で、重さは 200g となります。 少し重たく感じるかもしれませんが、その理由としては、ディスペイサイズが6.8インチととても大きなディスペイを搭載しているというところで、解像度につきましても 2460×1080 ドット、フル HD を超える高解像度ディスペイを搭載しています。ハイエンドモデルではないため、リフレッシュレートにつきましては、そこまで高くはないもののこちら、 90Hz ととエントトリリーーモデルの中では高いリフレレッシュレートに対応となりますまた、ダッチのサンプルレートにつきましては 240Hz とこちらは上位モデルと同等の高いパフォーマンスを持っていますカメラにつきましては背面側リアカメラにつきましては5000万ガスのメインセンサーそれに加えて200万ガスの震度センサーがついています 基本的にはこの5000万画素のセンサーで写真や動画撮影することになります。こちら、この5000万画素のセンサーで動画を撮影する場合は、最高でフル HE までとなりますので、こちらは一つ注意点として考えておく必要があります。 画素数で言うならば 4K とか 8K とかそういったところもカバーできる画素数ではあるもののやはり CPU がスナップアゴン4ということで 4K などの撮影には非対応となっています前面側フロントカメラにつきましては500万画素こちらも動画撮影におきましてはフル HD までとなりますバッテリーは 5000mAh 急速充電にも対応となります 割と低価格のモデルは今でも急速充電非対応というモデルが多いんですがこちらはちゃんと急速充電対応となります速度は 18W ということになりますので、えー、シャ m ミーのその他のハイエンド機種の場合はもっと高い充電速度を出せますがこちらはま実用的な速度イメージとしては iPhone と同等クラスの急速充電ができると思っておくといいかと思います 水退認証につきましては指紋認証、顔認証両方に対応 NFC、お財布携帯も対応となりますここも一つポイントで後ほどご紹介しますがこの価格帯のものでこの辺ちゃんと対応してきているものというのは海外メーカーのスマホには少ないのでこちらもおさぶきとして購入しやすいところでいますネットワークにつきましてはちゃんと 5G に対応となります Wi-Fi につきましては 802.11ac まで対応ということでこのようにスペック的なところを見ても十分すぎるほどのスペックを持ったモデルとなりますあと追加でご紹介しておきますとイヤホン端子は搭載防水につきましては IP53 ですので、まあ、多少水しびきがかかる程度なら耐えられるそういうスペックになっていますで肝心のこのスペックのこちらの製品 一体価格はいくらなのかということですが価格につきましてはこちら29,800円となりますですので、まあ、この価格帯の問題のお財布携帯にも対応したり防的にも対応している海外スマホというのはなかなかないためこれがこの価格で購入できるということでこの秋から冬にかけて何か実用性の高いサブ機を購入しようと思っている方 そういう方にとっては今回ご紹介するモデルの中でも特におすすめモデルとなっていますまたその他にも発売された低価格なモデルありますのでご紹介して,てもいますこちらは日本に進出してきたばかりの新しいメーカーオルビックの製品となりますオルビックファンプラス 4G こちらも低価格のモデルとなりますただしこちらはモデル名にある通り 4G まで 5G には非対応となりますのでその点は注意が必要です外観的にも低価格なモデルというところもありやや安っぽい感じはあるもののスペック的には十分実用性の高いスペックを搭載しています具体的なスペックはどうなのかということですがスペックにつきましてはこちらとなります まず CPU はスナップアゴン680が搭載されています、まあ、今から2年ぐらい前のモデルにも搭載されていた CPU ですが割とこの CPU は苦手でこのようにスマートンだったりタブレットなどにもまだ今でも採用されている CPU になりますメモリは 4GB ストレージは 64GB 生体認証としましては指紋認証に対応センサーは背面側についています バッテリーは 4000mAh 充電につきましては 10W ということで、えー、こちらは残念ながら急速充電には対応ですディスプレイサイズは6.1インチ解像度は 1560×720 ドット重さは 192g 防的につきまして IP54 に対応となりますカメラは背面側が1600万画素 前面側が800万画素。ネットワークは冒頭でご紹介しており、モバイル通信は 4G まで、5G には非対応となります。Wi-Fi につきましては 802.11AC まで対応。あと、こちらは NFC とかフェリカつまりお財布携帯には対応していませんので、ここも一つ注意点として考えておく必要があります。ということで、こちらは 先ほどのシャーミのスマートフォンと比べますと完全にエントリー向けのスペック、まあ、CPU こそまあまあ処理性能の高いスナップの680を搭載していますがそれ以外のスペックは結構低めのモデルとなりますで肝心の価格はと言いますと価格につきましてはこの動画を作成時点の価格で 23, 23 2万3232円となっていますですのでこれにあと 6000円ぐらい足せば最初にご紹介しましたシャーミのスマートフ Redmi12 を購入することができるという価格になりますので、まあ、6000円足せばいいだけですので基本的には 5G だったりあとはお財布携帯にも対応しているシャーミの Redmi12 そちらを買った方がいいと言えそうです。 ただし今回日本に産出してきたばかりのメーカー第1弾のスマートフォンということでその辺の感性と確かめてみたいという方そういう方はあえてこちらを選ぶというのもいいかもしれません最後にご紹介するモデルはこちら今回の本題でもあるスマートフォンということでは少しかけ離れたモデルではあるもののシステムとしてはスマートのンと同じ Android を搭載したモデル そして価格も安いということでこちらもピックアップしたいと思いますモード1レトロ02というモデルでこちらは見ての通り従来の柄系スタイルパカパカ形態の形状をしたモデルになりますどうも当時のこういった柄系というのは OS がシンビアンという OS が搭載されていたり あるいは Linux ベースの OS が搭載されていたりということがあったようなんですがもうそれら OS はこういった携帯端末に使われることはなくなっておりこのモデルにつきましてはスマホと同じ Android が搭載されていますですので Android を搭載したことによって形状としては携帯電話なんですが実は Google のアプリだったりあとは 普段スマホで使っているようなアプリそれを全て使うことができますですので形状だけ携帯電話で中身はスマートフォンと全く同じそれがこちらのモデルになります操作につきましてもボタンを押しての操作というのはもちろんのことこの画面もタッチパネルになっていますので基本的にはスマホのアプリを操作する場合はこのパネルの方をタッチパネルを押しながら操作するそういう使い方をすることになります なお、この端末は、この画面を例えば360度回転させて、えー、スマホスタイルで使うというような構造は搭載しておらず、あくまでヒンジは180度近くまでしか開きませんので、えー、完全にスマホ感覚で使うというのは難しいので、基本的には通話とかメールとか、そういったものを中心に使うという方向けのモデルになります。 ただし、まあ、通話メインとかであればあ、この方が片手で操作できますし、あとはあ Google の Chrome などのアプリも使いますので、片手で何か検索したりということもやりやすくなっていますので、そういったあサブ機、そんなに重たいことをしないという用途で使うならば、むしろ普通のスマホを購入するよりも、こっちの方が使いやすいとも言えます。 何しろすべての操作が片手で完結できてしまいますので、えー、こういったスタイルはあ昔ながらのちょっと古臭いところではありますが、意外とサブ機としてはあ優秀なシステムと言えそうです。なお、形状はあ携帯電話の形をしていますが、ちゃんと充電は Type-C ケーブルを使って行うことができます。ストラップ用の穴も用意されていますので、えー、この辺、 何かキーホールダーとかストラップとか取り付けておくということも可能です意外とデザインも高級感があり背面側はこういった革張り風のブラックとかホワイトとかこういったカラーラインナップとなっていますカメラもちゃんとこちら背面側に搭載されていますので普通に写真を撮ったり動画を撮ったりもすることができます なお、感じのスペック的なところはどうなのかと言いますと、本体は水分のため、若干バッテリー容量は少なく 2500mAh。OS は Android13。CP はメディアテックの Helio G85 ですので、まあ、このスタイルの端末としては結構処理性の高めです。通信につきましては、こちらは残念ながら 4G までということで、 モバイル通通信信においいてて 5G ででの通信はできなくなくっています防水にも非対応従来の日本のガラケーは全て防水に対応していましたがこちらは非対応となっています生体認証として指紋認証も搭載しておりこの辺は結構実用性の高いスマホと同じような感覚のモデルとなっています なお、この製品、結構変わり種な製品ではありますが、ちゃんと国内でのサポートを向けることができますので、安心して購入できるモデルとなります。価格につきましては、もうこちら出ていますが、29,800円ということで、税込みでも3万円を受ける価格で購入できますので、えーまあ、普通のスマホ、感覚で使うには、画面が小さかったりして使いにくいところはあるものの、通話メイン。 ネットで何か検索するとかメールをするとかそういったところがメインであればこの片手スタイルで使えるモデル使いやすい場面は多いためこちらをあえて購入するというのもありかと思いますということでいかがだったでしょうか今回はこの秋から冬にかけて何か格安のスマートを購入しようと思っている方のために ここを最近発売がスタートしましたスマートフォンだったりあとは携帯電話とかそういったものをご紹介しましたなおこの動画の概要欄にはあ Amazon での販売ページのリンク貼っておきますのでもし気になる商品ありましたら概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします